ミシャさんはどんな監督ですか？愛にあふれた人かなって。あの人はデータじゃなくてちゃんと自分で見たものを評価してくれる監督だなっていうのを思うんで、うん、いい出会いになりました。2007年 J2 に降格しますよね、はい、そうですね。ただ残留表明しますよね。お前はまだ俺の元でサッカーした方が上手くなるか、うん、俺を信じると、うん、そして、昇格して1年目の6月にこれ運命の出会いですよね、はいはい、ミハイロ・ペドロビッチ監督が、就任、はい、これ最初の出会い覚えてます？覚えてます。僕多分アンダーでいなかったんですよ、うん、ミシャ来た時は、うん、はい、で帰ってきて、でも別になんか俺のこともほとんど知らない状態、僕のこと知らない状態なんで、うん、深い話はしてないですけど、うん、なんか外国の監督って面白そうっていう感覚でしたね、うん、最初。1年目は最初小野さん、小野さん監督、はい、本当プロ1年目の最初も本当小野さんのこともリスペクトしてますけど全然面白くなかったです、僕的には。やっぱプロって、うん、なんかこう本当に勝利だけを目指してやってるんだなって思ってて、うんうん、なんかそれが僕的にはこれみんなサッカー楽しんでないないなって見えちゃう。おで、ほう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 、プロってこんなもんなのかなっていう。おそういう面白くなさです、うんうんうん、でそこから6月に、まあ、成績のこともあって、はい、それまでの間って1年目って出てたんですか？1試合だけダビスこう出ました、うんうん、その後望月さんという人が監督もちょっとだけやってるんで、ああそうなんですね。その望月さんの時はもう本当にもう怖くても出れないぐらい、うん、はい、でミシャさんになってで試合に出るようになると、はい、でミシャさんはどんな監督ですか？まあ、一言で言うともう愛にあふれた人かなって思いますね、うん、その今の現代サッカーってすごいデータじゃないですか、うん、あの人はデータじゃなくてちゃんと自分で見たものを評価してくれる監督だなっていうのを思うんで、うん、そこがやっぱ一番好きです。まあ、1年目から17試合に出場と、はい、でもレギュラーにも定着したと、はい、ミシャさんにチームが変わってどのぐらいから試合出るようになるんですか？メンバーには多分すぐ入ったと思うんですよね、うんうん、スタメンで出たのは 3,4 試合目ぐらいだった。お途中出場はもう最初からすぐ出れたような記憶ですね、うんうんうん、あんまり緊張しなかった？いやめちゃくちゃ緊張してたと思います。へえ、はい、最初はでもまあスタートで出るようなのが続いてきた頃にはもう大丈夫だった。お何より楽しかった。覚えてます？デビュー戦一番最初に J リーグの試合に出た時ってどういう感じでした？途中出場ですか？途中出場ですね、 J リーグは、うん、これがプロのピッチか、うん、楽しもうって感じでした、ね、途中出場ってなんか緊張ってるのかな、なんか結構ワクワクして出たような感じ、本当にやってきたって自信はあったんでどっかで、うんうん、はい、思いっきり楽しませてもらおうと思って、はい、もう若いうちなんて僕勝ち負け全く考えてなかったです。自分がいいプレーさえすればいいと思って試合に臨んでたんで。ああはいはいはい、はい、だからそういうタイプですか。はい、ミシャさんになって試合に出続けるようになって楽しいな。そうですね、まあ、ミシャのサッカーが楽しかったっていうのもありますし、うん、その僕は昔からその走れてもいたと思うし、うん、技術的にも特化はしてると思ってたので、うん、まあ、それにちゃんとフィットしたサッカーができて、うん、むしろやっぱサッカーってつながってやるのが楽しいなってさらに思えた瞬間でもあったから、うん、自分の思いがこうミシャを呼んできてくれたんじゃないかって思うぐらい、うん、いい出会いになりましたね。そして2007年の FIFA Under-20 ワールドカップに出場された、はい、これ調子乗り世代というふうに言われてましたけれども、はい、ベスト16まで行きました、うん、はい、この大会はどんな印象を持ってます？前評判が悪すぎたんで、うん、まあ名前通り調子乗り世代っていうね、うんうん、の分、まあ、みんな燃えてたっていうのがありましたし、ほうほうほう、その後はまとまりが本当に良かったです。調子乗り世代っていうワードを聞いて どう思ったんですか？それ確かになっていうところと、うん、結構強いのになって思ってました、僕は個人的には。 あんまりじゃあポジティブな感じじゃなかった？僕はそうですね、でもみんなはなんかええやんええやんみたいな、もう、はい、まあ、でもその中の中心だったようなイメージあるんですけどね。こうみんなの場でブワーってやるのは別にそこまでやってないと思う。みんなとは仲いいけど、うん、場の中心になって騒ぐのはやっぱ安田牧野っていうところになってくると思うんであの二人が、はい、
まあ、一緒にそこでわーわーしてましたけど、中心になってなんかこれやろうぜあれやろうぜみたいなのは全然ない。でもなんか柏木さんと牧野さんが発起人となってゴールパフォーマンス入れてたじゃないですか、はい、これはあとビリーズブートキャンプとか、あれほぼ牧野さん、ね、僕正直ビリーの時何も分かんないんで映像見たら見直した時に、うん、みんなが何やりだしたのか分からなくて途中でノリでやってるだけなんで正直分からない時もあったんですよ。カメハメハとかも、うん、牧野とかの集団が考えてやってるんで、うん、これはその牧野さんたちはどこで考えてたんですかね。いや本当になんか集まってんすよ何人かで、うん、なんかいろいろ喋ってんすかねあ、じゃあ知らなかったんですね。本当に知らなかったです。なんかこの試合はこれやろうって言われたことあるんですけど、まあ、僕から見て調子乗り世代の選手たちって当時僕が代表でプレーしてて、その若い代表の次の世代を担っていく、だけどなんかすごい世代が出てきたなっていう、こうパフォーマンスもそうだし、今でこそ僕は肯定的に見てるんですけど、当時はってちょっと思ってたですよ。なんだこれはと。でもやっぱサッカーって、まあ、エンタメの要素強いし人気とか注目を浴びるっていうことではすごく大事だと思ってた、今思ってるんで、表現方法の違いなのかなって思うんで、はい、代表だけじゃなくても僕チームでもゴール決めたり牧野と僕でパフォーマンスとかやってたんで、まあ、でもあれは本当に一つ盛り上がったきっかけでもあるかなって今は思いますし、まあ、それぐらい今も楽しんでほしいなってみんなにも思いますよね。なんかそこって自分がサッカーを楽しんでたこその、そのパフォーマンスだったかなっていうふうには思いますね。2007年、まあ、日本代表の強化合宿でオシムジャパンの候補に初選出されましたけども、はい、柏木さんから見てオシム監督はどうでした？どんな人ですか？なんか不思議な人ですよね。なんか、何を表現したいのか、何こう伝え方をわざわざこうひねくらせてくるような感じなんで、どれが正解なんやろっていう、この人はじゃあ、ね、本質は何が伝えたんやろうなっていうのがすごくあるなっていう印象です。練習もそうなんですけど、これの意図って最終的に何なんやろって考えさせられる、ってことはでも結局楽しい、つながるっていう感じです。代表に来た時にどんな気持ちで？いや本当ただの一ファンみたいな、結果残してやろうとかじゃなくて、で、まあ、それを見ながら、まあ、ちょっと楽しみたいな、柏木さんとうっちですね、内田。いやでもそうだから19歳で日本代表に入ってくる選手たちってどんなんなんだろうみたいな。全然緊張してなかった？いや、してました。してたんですけど、そこでやっぱ気づいたのが、上手い人とやれば俺もっと上手くなるって思った。上手い人ってやっぱ賢いんだって感じることもできたんで、まあ、でもサンリッチもすごくみんな上手くて賢かったんですけど、まだこう一つ個人のレベルがぐっと上がった中のあれだったんで、めっちゃ楽しいみたいな。まあ、ただ別にその叶わないっていうほどは思わなかったっていうのは、はい、なんか全然普通にプレーしてた記憶があって、なんか自分が一番こう本当に伸び伸びやってた時期かもしれない。ただ2007年J2 に降格しますよね。はい、そうですね。このシーズンはどうでした？北京オリンピック最終戦もその年なんで。おお、はい。その降格前に、U20 ワールドカップ終わって、最終予選も全試合6試合、出させてもらって、多分中盤で一番試合出てる、ほとんどチームに入れない状態続いて降格だったんで、まあ、本当にすごい。 A 代表入ってU20ワールドカップ出てオリンピック最終予選出て、で降格したみたいな、すごい1年でした。クラブでの活動ってそんなに多くなかった？そうですね、半分ぐらい。半分よりは出てるかもしれないですけど、まあ、僕がそのオリンピック最終予選終わってチーム戻った時の雰囲気はもう結構やばかった。ただこれ残留表明しますよね、はい、チームに残るっていうことは、はい、これはなぜですか？本当にオファー、結構いい、いいオファーをいただいてたんですよ、
だけど、まあ、監督ミシャと話して、うん、お前はまだ俺の元でサッカーした方が上手くなるから、うん、俺を信じると、うん、もう一年やって、うん、でもし浦和のようなビッグクラブからオファーが来るんだったら、うん、その時は行けってその時も言われて、給料的には正直もう本当に倍以上違う、うん、サフレッチェと、うん、違うチームは、うん、でまあ半分以下で残って、うん、っていう決断ですね、うん、それはでもやっぱりミシャがいたから、そうですね、あとはまあ本当に今のサッカー楽しかったんで、うん、なんとかこのチームでもう一回上げるのが、まあ、一つ責任かなっていうのも若いながらに思ってたので、うんうん、何の後悔もなかったですね結局は、はい、そして2008シーズン迎えますよね、はい、で北京オリンピックがありましたけれども、はい、その最終予選ではチームの中心としてプレーしていたにもかかわらず、はい、落選、はい、落選したのはどこで知りました？いや、まあ、その本の発表の日ですね。けど僕あれもう落選するだろうなと思ってます。それはなぜ、まあ、正直このシーズン、うん、もうこの2年間すごく1年目2年目と飛躍して、うん、本当に楽しいサッカー人生を送って、うん、まあ、そこのオフで楽しくなっちゃったんで、うん、はい、ちょっと人気もあったんですっごいこうもう遊ぶのも楽しくなっちゃって、うん、でまあ、そこでちょっと体調的にも体的にもちょっとバランスを崩したんですよ、うん、でそれでちょっとアキレス腱痛めて2ヶ月ぐらいできない期間もあったんで、うん、やっぱ体の戻り的にもあこれちょっと難しいなっていうのが続いて、まあ、自分のせいだと思ってたんで、うん、納得もしてるし、うん、なんかでもあれがあったからまたこう一つ変われたのかなって思うんで、うん、まあ、正直悔しかったですけど、うん、その時ですら自分のせいだとは分かってたんで、うん、なんかこう、うん、何も言えない感じでした。あ、メンバー発表を見た時にはあ、そうかっていう、はい、でも多分俺の方が上手いのにって思ってました心の中で。2008年どんなシーズンでした？僕は最初やっぱスタート怪我で、うん、すぐできなかったんですけど、うん、まあ、あの J2 をまたあのサンフレッチェミシャのやり方でやり抜いたからすごくチームとしてまとめが出たし、うん、個人的にもサッカーの深み知ることができたっていうシーズンだったんで、うん、まあ、今例えば J1 のチームが J2 に落ちる、そして J2 から J1 に上がるってこれすごく大変だって言われてるじゃないですか、うん、はい、でも当時の広島は強くなって、はい、昇格してきた印象があるんですけど、はいはい、J1 のチームが J2 と対戦するとき難しいっていう、うん、思ってるじゃないですか、うん、でも J2 を J2 で戦うとここまで完成度高いチームってないんだなっていうの、 J1 だとあここで止められたなとか、ここで予測されてたとかここで決められてたなってシーンがやっぱり多いなって思ってたんで、うんうん、J2 は選手僕らもほとんど変わらなかったんでやっぱゴールの最後の質、うん、やっぱ圧倒的に高かったですし、うん、ピンチももちろんアンビリのサッカーで作られるんですけど、うん、そこのラストパス精度低いんやとか、うんうん、あシュート精度低いなっていうシーンがすごい高かったんで、うんうんうん、そういうのですごく救われたなっていう、だから一発勝負になれば結構やりづらい相手だろうなと思ったんですけど、うんうん、シーズン通したらそこの精度でみんなここ上がっていけないんだなっていうのをすごく感じたシーズンで、で、J1 復帰初年度、はい、4位、はい、これはもう J2 から積み上げてきたものでそのまんま、もうだからそのままなんで、うん、J1 でもあこれは通用するもんなんだっていうのを感じながらプレーできてたっていうのは全員あるんじゃないかな、うん、だってすげえ強かった記憶あるもん、うん、広島こんなにいいサッカーするんだっていう、うん、自信持ってやってましたもんね。めちゃくちゃ自信持ってましたし全員が楽しんでましたね、うんうん、メシアのサッカーって、まあ、そうだと思うけど、うん、やってる自分たちが楽しいからどんどんどん強くなるし見てる人も楽しいって思わせてくれるようなサッカーで、逆に言うともう怖いもんがなかったっていうのがあります。あ J2 から上がってきたん で、うん、でちなみにあと3年目でもミシャラの体制がまあ3年で、まあ、熟成度も相当高かったんで、うん、かなり自信を持ってましたねみんなが。うん、うん、あのサッカー、まあ、3、4年やってたらそれ自信ありますね、はい。そして2009年12月に浦和レッズ移籍を発表と、はい、
なにバラバラなチームがあるんか、練習こんなみんなのうまいのに、うん、試合になったらみんな下手やって思ってました、うん、そして2012年ですよ、ミハイル・ペトロヴィッチさんが浦和の監督に就任、はい、強くならないわけがない、うん、AFC チャンピオンズリーグで10年ぶりに優勝しましたよね、はい、その年に浦和の一員になれた感はすごくあります。